コルビー・キャレーはアメリカ合衆国カリフォルニア州生まれのシンガー・ソングライター。幼少期よりピアノを始め、19歳からギターを始める。19歳の時に自作の曲をコミュニティサイトマイスペースに載せる。初期作品ではアクセス数が伸びなかったが、バブリーを発表後アクセスが急上昇する。ユニバーサルミュージックグループ配下のリパブリックレコーズと契約し、 メジャーデビューする。バブリーはデビューアルバム発売日の2007年7月17日に iTunes ストアで無料配信をされ、その後世界各地のラジオ局で流され大ヒットを記録する。デビューアルバムここはビルボード200で5位を記録。同アルバムは2008年1月末までに120万画枚以上を売り上げ、RIAA のプラッチナムに認定された。 しばしば女性のジャック・ジョンソンと言われることがある。父親は音楽プロデューサーのケン・キャレー。コルビーのデビューアルバム制作にも参加している。2009年度 BMI ポップアワード年間最優秀ソングライター賞、バブリーが年間最優秀楽曲賞を受賞。第52回グラミー賞で、ラッキーが最優秀、ポップコラボレーション賞を受賞。 バブリーミスルとリアライズザリトルシングフォーリン、フォーユー、アイネバートオールドユーユーラッキー。ありがとうございます。